信長相手に10年一向一揆の黒幕本願寺の強さを徹底解説。一向一揆、これは大阪の石山本願寺を拠点として織田信長と10年にわたって対決を繰り広げた浄土真宗の仏教寺院本願寺が起こした一揆です。全国で勃発していた一向一揆の黒幕として戦国時代を混乱させた一大勢力です。なぜ一階の仏教寺院の僧侶に過ぎなかった彼らは信長と10年も戦え、また全国の大名を苦しめたのか、その理由や背景について徹底解説します。本願寺とは何か。本願寺とは仏教寺院の名称です。親鸞を宗祖とする浄土真宗の寺院の名称。宗の中にいくつかの派閥がありますが、その派閥の一つが本山を本願寺と名乗っています。現在では本願寺派の西本願寺、大谷派の東本願寺が有名です。戦国時代にもいくつか本願寺があり、有名なのが現在の大阪城の場所にあった石山本願寺です。この石山本願寺が織田信長相手に10年戦った本願寺で、寺院と言いながら要塞のような城壁を持っていました。海の近くで京都も淀川の水運で便利だった頃、戦略的にも重要な場所であることから、同じ場所に豊臣秀吉が大阪城を建立しました。当時本願寺はこの他にもいくつか存在して、時代ごとに転々としています。京都には大谷、山科に本願寺がありましたが、いずれも戦乱により破却。また紀伊の国に鷺の森本願寺、泉の国に貝塚本願寺、また天満本願寺というのもありました。その他一向宗では石山本願寺同様に加賀の国を一時支配した北陸の小山吉崎御坊が有名です。特に小山御坊は金沢にあり、後にそこには金沢城が築城されます。この他若き日の家康を苦しめた三河には三賀寺本性寺、上宮寺、正満寺という寺院がありました。この寺院の力は大きく、一向一揆が起きる前、家康の父松平広忠の時代から守護大名が介入できませんでした。一向一揆とは何か。一向一揆の概要を解説します。戦国時代には大名同士の戦いのほか、僧侶たちや一般庶民も武装を行い、国民全体が兵隊のような状態でした。庶民が武装して領主と戦うのは一揆と呼ばれていました。その中でも浄土真宗本願寺教団、一向宗が組織した武装組織が一向一揆です。一向宗の教えを信じる信者たちは農民、商工民のような庶民だけでなく、土豪と呼ばれていた地域の武士なども含まれており、それを指導するのが寺院の僧侶たちでした。この一向一揆は1466年の近江金ヶ森合戦が最初と伝わります。最初は農民たちの反乱のようなものと捉えられていましたが、この存在が大きくクローズアップされたのが1488年に行われた加賀一向一揆でした。これで加賀の守護大名富樫正親が自害する事態に陥ります。こうして一向一揆の脅威が全国的に知られるようになりました。こうして大名を潰せるほどにまで強くなった一向一揆は各地に自治都市を形成。この状態は戦国末期に信長が台頭するまで続きます。一向一揆広域は代表的なものだけでも8つあり、戦国時代の混乱をより一層強くする正体でした。本願寺建女とは、一向一揆を指揮した一向宗の本山が本願寺です。歴代本願寺のトップの中でも信長と戦ったのが11世宗主本願寺建女、教団の最盛期に君臨した僧侶です。10世少女の子として1543天文12年に生まれました。1523天文23年父の死により継承します。母の補佐を受けながら教団運営を行います。浄土真宗は宗祖親鸞以来僧侶が妻帯することが認められておりました。そのため建女は大名のように室町幕府の実力者細川慶長家や公家と縁戚関係があります。自らの妻も政略結婚で武田信玄の正室三条夫人の妹を迎えています。ところが武家の封建社会の序列の外での権力者であったために、
15代足利義昭を将軍につけて実権を握る信長と必然と対立します。そして信長から様々な圧力を受け始めます。たまらなくなり1570元亀元年についに権女は信長と交戦します。権女は全国の教団寺院に対して己仏敵である信長を討てという激文を各地に飛ばしました。さらに仏法の灯火を守る阿弥陀如来の名において織田と我が一向宗に敵する者と戦い滅ぼしてしまえ、従わねば破門を命ずるとまで言い切り、信長との戦いを鮮明にします。これは全国の本願寺だけではなく、徐々に信長と対立していた将軍義昭をはじめ、信長に権力を奪われた三好三人衆ら反信長や全国の戦国大名と手を結ぶことになります。これが有名な信長包囲網。さすがの信長も簡単に倒すことができず、10年間の交戦状態が続くことになります。ちなみに石川県立歴史博物館所蔵の権女画像服を確認すると、権女の姿は刀を持ち鎧兜姿、とても僧侶には見えず完全に戦国大名そのものです。神道無敵の軍団に変えた本願寺の教義。なぜ単なる仏教僧に過ぎない本願寺が信長と互角に渡り合えるほど強かったか、その理由の一つとして本願寺教団の元である浄土真宗の教えがあります。浄土真宗は阿弥陀如来のみを本尊とし、その阿弥陀如来による疑うことなく私に頼れば救われるという呼びかけを重視、つまり阿弥陀如来に頼み込むキーワード、南無阿弥陀仏と唱えれば死後極楽に行けると説きました。そして本願寺はこの教義を利用し、阿弥陀如来の本願にすがり一心に極楽往生を信ずることにあると教えました。これは本願寺と敵対する存在は仏敵であり、南無阿弥陀仏を唱え続ければその仏敵は阿弥陀仏の力でやがて滅びる、そしてここで死んだとしても確実に極楽に行けると言いました。そのため貧しいだけでなく戦乱で日々苦労している庶民たちは死んでも極楽に行けると信じています。だから命を惜しむことなく戦いました。資金源がある本願寺は武器もあり、また庶民だけでなく土豪の武士たちも参加しましたので、短期間で強力な武装集団が形成されます。また浄土真宗は宗祖親鸞以来僧侶が再退することが認められておりました。そのため権女をはじめ歴代宗主は世襲となっており、親鸞の血を継いでいました。つまり将軍家や大名家同様の血筋が保証されている君主と変わりなく、宗主の権威が強力な軍事集団形成に関わったことがうかがえます。これは本願寺を頂点とした全国組織なので、通常の大名同士の争いとは別次元に強力な大名がいるのと同じようなこととなり、信長も各地の諸大名も手を焼いたのです。一向一揆を率いた武闘派坊主を紹介。一向一揆は権女以外にも次のような武闘派といえる指導者たちがいました。蓮女、実女、小女、下妻来生、下妻来旦、杉浦玄人、本田正信。ここでは彼らについて簡単に触れていきます。蓮女、蓮女は室町時代の僧で八世宗主です。彼は本願寺中興の祖と言われ、当時衰退していた親鸞直系の州内での勢力を一気に強化しました。越前吉崎を拠点に勢力を広め、かの時代に初めて一向一揆が起こりました。また死別を4回経験したので生涯で5人の妻を持ち、27人もの子を設けました。実女、実女は蓮女の子で旧姓宗主です。彼は急成長した本願寺の勢力維持のために足利幕府のナンバー2官吏の細川政元と接近します。政元と手を組んで同じ一向宗でも反政元派だった人物を粛清、また政元の要請で一揆軍を敵対勢力に差し向けるなど幕府への影響力を強化しました。また越前の朝倉とも戦いました。小女、小女の父遠女が創生したため
蓮如の孫である彼が後を継ぎ十世宗主になりました。この時代、教団内部の対立、共禄、天文の乱が起こりますが、それを抑えて指導者としての力を強めます。関白九条久常の有志となり、三条家の娘で武田信玄の正室の妹を子賢女の妻に迎えるなど、公家や有力大名と縁戚となり、さらに権力を強化しました。またかの時代に石山本願寺を教団の本拠地としました。下妻来生。下妻来生は代々親鸞の時代からの弟子で、本願寺に仕えた下妻家の武将です。朝倉氏滅亡後、越前の一向一揆の総大将として信長勢を攻撃、越前を実効支配します。しかし2年後に侵攻した信長軍に敗れ去り、対立する浄土真宗高田派の門徒に首を打たれました。下妻来譚。下妻来譚は信長と戦うことになった賢女の激文をもとに伊勢に派遣された指導者です。長島一向一揆を起こし、信長の弟信興を廃止させてこの地域を支配下に置きます。信長は5万もの大軍を率いて反撃しますが、逆に打撃を与え、撤退する際に神狩りを務めた氏家直元を殺害するなどの活躍を行いました。杉浦元人。杉浦元人は本願寺傍観で加賀一向一揆の大将を務めました。賢女が石山本願寺を明け渡した時に反発、さらに武田勝頼の依頼で一揆勢力を持って上杉謙信の進出を阻止します。さらに加賀に攻めてきた謙信を撃退するなど、本願寺の北陸勢力を保ちました。本多正信。本多正信は徳川家康の家臣で、厳密にはそうではありません。しかし三河一向一揆では家康を裏切り、一揆勢として戦います。家康が一揆を鎮圧後に逃亡、10年以上諸国を流浪後に家康に帰参します。やがて徳川家の重臣となり、江戸幕府成立前後に、殿、本願寺が分裂しております。今が好機、あやつらを弱体化せねばまた反乱の恐れが、と、まだ勢力が保たれていた本願寺が分裂しているタイミングで弱体化を家康に進言しました。そして本願寺東西分裂、弱体化を成功させています。どうして巨万の富を築けた？一向一揆を指導した本願寺、信長や全国の大名と戦うために多数の武器を保持していました。そしてそれが実現したのは資金源を持っていたからです。それではなぜ本願寺一向宗はそんなに潤沢な資金源があったのかですが、一つは本願寺の教えを信じていた信徒たちの寄付があります。庶民はともかく幕府や公家といった国家の上層部とのつながりがあり、それらの寄付があったのは事実です。しかし戦国時代はこれらの上層部の資金も乏しく、朝廷や将軍家は各地の実力ある大名に権威を与えることで資金提供を受けているほどの状況でした。そんな中、一向宗が資金源としていたものが別にありました。それは寺内庁。これは室町時代から寺院を中心に形成された自治集落です。戦乱が始まりだした頃には自分たちで町を守ろうと一箇所に集まります。土塁と壕で町を囲み、防衛体制を整えました。そのため町内には信者だけでなく商工者が集まり、そこで経済活動が盛んになりました。その結果、経済力を持つ寺内庁が全国にできましたが、その中心には一向宗の寺院があります。つまり全国の寺内庁から布施という形で多額の資金が各寺院を経由し本願寺に流れました。ちなみに現在も当時の寺内庁の様子が見られる場所が北陸や近畿地域でいくつか残っています。一向一揆の死闘ベスト3。一向一揆で最も有名なのが信長と10年に及ぶ本願寺との戦いですが、それとは別に地域でも死闘が展開されました。その中でも次の一揆がベスト3と言えます。1位加賀一向一揆、1488年から1580年。一向一揆の力と存在を全国に知らしめたのが加賀一向一揆です。この一揆では当初加賀の守護大名である富樫正親と激突、
自らが守護に就く際に協力的だった一向宗の力を知っていたので統率を試みようとしましたが、逆に攻められて自害する事態となりました。1488年に勃発したこの一揆は100年にわたり領主が不在で本願寺が主導する農民の自治国家として存在しました。最後は1580、天正8年の石山本願寺降伏まで続きました。しかし京女を中心とした急進派の抵抗はなおも続き、以降2年間白山六一揆として最後まで抵抗しました。2位、長島一向一揆。1570年から1574年、長島一向一揆は信長と対立した石山本願寺の激文に応じた伊勢の長島で起こった一揆です。1570年に勃発し、この地域を治めていた信長の弟信興を殺害します。信興が死んだだと？己許さんと激怒した信長が大軍を長島に向かわせますが、3回軍勢を送り鎮圧に4年かかりました。最後は10万近い大軍を用いてようやく信長が勝利しました。3位、三河一向一揆。1563年から1564年、三河一向一揆は家康の本拠地三河で行われた一揆です。西三河で繰り広げられており、家康の父松平広忠の時代には関連する3つの寺は不入の特権を得ていました。その特権が侵害されたとして1563年に一揆が勃発します。この戦いには家康家臣団のうち本多正信ら数多くの武将が一揆側についてしまいます。家康は非常に苦慮しましたが、半年後にようやく鎮圧。一揆側についた武将の多くは家康に許され帰参します。以降三河では1583年まで本願寺教団禁制の地となりました。織田信長には敗れた理由。1570年から10年間行われた石山合戦、しかし最後は信長が勝利します。といっても武力制圧ではなく、あくまで講和という形での終結で、本願寺は将軍義明や大名と組んで信長と戦いました。信長は苦戦しながら浅井朝倉など反信長派の大名を少しずつ滅ぼしていきます。将軍義明を追放し、西からの毛利水軍を撃破。さすがの本願寺も追い詰められていきます。しかし信長側も荒木村重の反乱など予定通りに進みません。そこで信長は朝廷を動かしました。扇町天皇は信長と講和するよう勅命を本願寺賢女と毛利氏に下します。まだ負けるわけにはいかぬと賢女は当初拒否しましたが、2回目の開戦で毛利水軍が織田水軍に敗れ、村重の乱も鎮圧されたため、本願寺側も和睦の検討を進めます。信長も同様に考えていたため、ついに両者は講和。その中には石山本願寺の退去が含まれていました。賢女は宗主の地位を長男の京女に譲り退却。父上は講和したが私は納得できん。阿弥陀如来の仏法があればまだ逆賊信長と戦えると、京女はしばらく本願寺に留まり抵抗を試みますが、最終的には本願寺を退去。信長軍が入ってようやく石山合戦が終結します。なぜ東西に分裂した？一向一揆は石山合戦の終了によりなくなりました。しかし本願寺の勢力そのものは武力鎮圧されたわけではないので残されます。賢女は合戦の終結時に京女に地位を譲りますが、賢女の意向とは別に京女が信長と交戦したことから親子の関係が悪化。本願寺は2派に分かれます。賢女は京女とは朝廷の仲介により和解するものの、三男淳女を後継者に指名します。賢女が死去した文禄元年は秀吉の時代。秀吉は賢女の意思を尊重し、京女を隠居させて淳女を後継者としました。しかし納得できない京女は活動をやめず、ここで本願寺が分裂状態になります。京女は家康に近づきました。関ヶ原の合戦が終わり、家康の時代になると、京女にこの地を与えようと家康から現在の東本願寺の建立が認められます。
そして順女は西本願寺の住職となりました。これが本願寺が東西に分裂し、現在も2つの本願寺が京都にある理由となっております。まとめ、戦国時代ライターそよ風の独り言。一向宗本願寺は仏教の浄土真宗の一派でした。ところが戦国時代には事実上の大名と同じで、信者を兵力にして信長や大名と戦いました。信者たちが形成した寺内庁の資金源、また本願寺が室町幕府や公家たちとのつながりを持ち、彼らの意向に従うように一揆をけしかけることもありました。そして織田信長と戦った時も、将軍足利義昭や周辺の諸大名と信長包囲網を築いて信長を苦しめました。信長は将軍の追放や大名を滅ぼすなどしながら、徐々に本願寺に味方するものをそぎ落として、10年かけてようやく鎮圧。戦国時代の黒幕もなくなることで、一気に天下統一、平和の世につながります。